FM 78. We all can be connected with Doberman Infinity. 皆さんこんばんは。ドーベルマンインフィニティです。GS です。リチョーです。カズキです。スウェイです。はい、どうも、こばちゃんです。はい、ということで、今週も始まりました。どうさ。いやー、好き。すごいね。はい、今の。はい、ということで、始まりました。僕たちドーベルマンインフィニティの We All Can Be Connected。この番組は音楽を通じて様々なアーティストとつながるのはもちろん、いただいたメッセージを通じてリスナーの皆さんとつながっていく、つながろうをテーマにした番組です。はい、ということです。はい、ということで、いよいよ今週金曜日29日からプロ野球が開幕ということで。来たね、GS さん来たね。これは、GS さん。これはもうネタが なさすぎて、このネタを掘り込んできたんじゃないですか。待ってください。プロ野球が開幕っていうのはシーズンが始まるぜってことですか。そういうことですよ。はい、ということで、まあね。はい、まあ我々は西川選手のね、はい、登場曲やらせていただいたり、ね、ドーベルとしても、プロ野球に関わりがあるんですけども、うん、はい、どうですか皆さん、個人的に野球に興味、まあ久保ちゃんは野球、あ、まあ野球、まあ和樹もそうですよね、僕も野球少年、どうですか、あの今年、プロ野球開幕ということで注目選手、注目球団、はい、いやー、応援してるのはどこなの。いや基本ね、うん、ファンはないのよ、あのチームの。だからついてれば見るみたいな。ついてれば見るし、うん、はいはいはい、でもやっぱ最近こうちょいちょいこう見に行くわけよ、うんうん、はいはい、見に行くとやっぱもうやっぱ大興奮ね。あ、楽しい。行ってましたね、うん、一緒にね。カズキ、カズキは？俺はもうファンはもうドラゴンですよ。中日、ちょっと今喉がねファンはなってましたけど中日ですよ。ドラゴンズ。俺はもう根っからの中日。根っからの、はい、やっぱりこう、あの今年ね、中日にはネオ君というスーパー、ね、スーパースターが入ったので、地元からね。そうなんですか。すごいですよね。有権出身よね。有権出身、はい、まあこのベイでね、他の他球団の話するのもあれなんですけど、まあ近くにはZOZO マリンスタジアムでしたっけ、うん、もありますしね。あ、そっかそっか。千葉ロッテマリーンズの本拠地ということで、ね、はい、近いんですけども、僕も、大の日ハムを応援しておりますという一人でございます。まあ今年の日ハムは吉田恒成、うん、そして花咲徳栄の野村っていう内野手、さすが濃いね。で、優勝した大阪桐蔭の柿木選手、あ、そして横浜高校のもうスーパースター万波選手、もう高校生のずらっとしたスター選手が日ハムに入りまして、すごいですね。もう今年行くんちゃう？まあでもね、言うても若いから、あ、まあまあまあ、まだね、やっぱり未来へ向けての補強ですね。そう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 、もうだからもう今年は。あのね、日ハム、まあ、大谷選手いなく なりましたが、あ、そうなんすか。もう遠の昔にいいんよね。あれ大谷選手、そうそうそう、あのチェーン、金のチェーンしてる人が、あ、中田選手ね。中田選手はいますか。いますよ、よしよしよし、よ、まあそれこそあの我らが西川選手もいますし、そうね、はい、まあ僕はちょっと日ハムを今年も1年追いかけてみようかなと思っております。はい、ということで今夜の WACBC はこちらの企画をお届けいたします、うん、ドーベルマンインフィニティ、あ、2018ドッグイヤーフルスロットル in 日本武道館発売中で SP SP のスペシャルで行くんだな、ね、はいはいはい、守るホース、うん、守りのホース、守るホース SP や、うん、やっぱりそういうのをちゃんと守っていかないと。なるほど、うん、見てくれる人も少なくなっちゃう。そういうことです。直前発売直前を守っていく、守っていく SP はそう、守るホース決してスペシャルじゃねえぞ。スペシャルではない、インカムでこう、そうそうそう、なるほど、これ強いな、伝わらへんよねこれ全部。はい、ということでここからはですね、昨年行われたドーベルマンインフィニティ2018ドッグイヤーフルスロットル、はい、日本武道館の DVD が3月27日水曜日に発売されるということで、はい、武道館の音源をオンエアし、はい、当時の思い出を振り返ってみようという、はい、そういうね、スペシャルコーナーでございますですね。はい、もうあれは11月でしたっけ。そうやね、去年の11月やね。ですよね、もうなので4ヶ月、もう経ちますか。経ちます。早いね。早いわ。だってもう3分の1過ぎ去ったっすもんね。そうやね、今年もね、やばいっすよね。今年ももう 3分の1過ぎ去った。だってあれから4ヶ月経ってるわけだから、ね、そうだね。あ、そっち、そういう計算来年の武道館の日までの、うん、まあでも計算今日はね3月25日というということで、うん、まあもう霧があと1回、まあもう3ヶ月、うん、4ヶ月か、はい、4ヶ月経ちまして、あれからね、はい、どうですかあの武道館。まあもう僕はもう正直もう忘れました。早っ。マジですか。いやもうなんか今年入ってからもいろいろありすぎて、まあね、いろいろあるけども、うん、まあでもちょっとなんとなく遠い昔のことのような気もするし、ね、確かになんかちょっと遠ざかり始めてるな。しかもあの1日だけやったっていうのはなんかすごい興奮もしてたし、うん、あれがなんか 2days とかできてたらもっとこうもしかしたら鮮明にね、はい、あったかもしれないけど、ね、本当
一日にもその思いを入魂して、うん、あっという間に過ぎていったわけだ。わけだ。だから、すぐに、そうそうね、すぐにやっぱその記憶ももうね、確かに。はい、もうアドレナリンで消えていくわけだ。確かに。そうだ。うん、確かに。じゃあやっぱりこの DVD を見なきゃいけないわけだ。そういうわけだ。そういうわけだ。そうだ。はい、思い出さないとそういうことだな。まあそんなね、うん、DVD が出るということで、うん、まあもう一回あの時を思い出していただける、そんな曲を皆さんにね、最初に聴いていただきたいと思います。はい、うん、それではお聴きください。武道館公演よりドーベルマンインフィニティでオフロード。はい、ということでオフロードを聴いていただいておりますが、はいはい、うん、まあこのねネタとしてはね、我々登場するときにすごいあのスモークが、そうですよ、そうね、あの出るんですけども、黙々、まあ、でしたね。そうでしたね。一日公演ということで、はい、で、あの実はねスモークもやっぱりこう何回も出せるわけじゃなくて、そう、ね、リハーサルの中でも1回だけしか練習ができないという、はい、そういう状況の中で、あ、ね、まあ、1回練習をしてその次が本番だったんですけども、うん、そうやね、実際にね、あのリハーサルと本番とはまた違って、本番出ていった時に、うん、そのバミリが分かんないと、がっつり見えへんかったね。だからみんな必死でこう自分の足元のスモークをこう足でよけながら、こすりながらね、足でこすりながらね、はい、そんな1曲目のスタートだったんですけども、どうですかオフロード、改めて1曲目、まあ、我々ツアーの1曲目はね、いつもね大事にしてるこのなんていうか勢いのあるこう曲をぶつけるんですけども、まあ改めてオフロードをこれで聴いてみて、だいぶ思い出しますね。思い出します。やっぱこの曲いいよね。いいですよね。めっちゃ好きやね。あとホールツアーでやったオフロードとはちょっと違いますもんね。違う。これイントロホールはカットしましたもんね。確かに確かに。そう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 。感動的な。ためたね。ためたね。わうわうからためたね。レッツゴーオフロード。ためたね。あのドヤ顔したね、ドヤ顔。あの間もすごいみんなで研究してるよ、はい、そうそうそう、したしたした、実は、はい、研究してね、こうちょっとずつ抜かれる言うてね、長いんじゃないか、うーん、いや大丈夫じゃないか、うーん、ベストやったね。ベストでした。これはここで行こう、自信持って行こうっつって、ね、な、そうね。いやでもよかったね、今聞いてみてもいいよ、うん、いいね、うん、まあ細部にわたって僕たちのね考えたこうプランが、そうですね、皆さんに伝わったんじゃないかなと思いますけども、それぞれでですね、まあ、このオフロードだけではなくて、はいはい、それぞれが思い出に残った1曲とかってありますか。で、武道館、武道館で、武道館で、うん、なんだろう、なんやろうな、結構いろいろあるけどな、まあ、忘れちゃってる部分多いな、うん、何やった、まあ、トモゲンさんのはでかいですね。まあ、ね、まあね、ビッグサプライズやったね。あれはね、ワウワウでも放送されなかった部分なんで、この DVD でしか見れない、うん、ということなの で、ね、確かに一番のでも目玉かもしれないな。そうですね、うん、そうね、やっぱ僕ら自身もやっぱ古い立ちたところは立ちた、ね、一番古い立ちたところは立ちたところ、なるほど、ね、そうやね、もう古い立ちですよね。そうやね、トモゲンが来てくれて、まあ、まあ、バリスティックボーイズも来てくれて、ね、っていうスペシャルな一曲でしたからね。そうですね、うん、はい、やっぱあの瞬間は確かにそうですよね。確かに良かったあるかもね、うん、だから本編のこうホールツアーではなかった部分でもありますし、そうですね、はい、やっぱりそこら辺を DVD でぜひ見ていただきたいなと、うん、思います、はい、それじゃあ次の曲いってみましょうか。はい、続いてお聴きいただく曲はこちら、武道館公演よりスーパーボール。お聴きいただいているのはスーパーボールです。はい、はい、いや、皆さんの声がすごいね、可能性がね、すごいね、むちゃくちゃ歌ってくれてますね。めちゃくちゃ歌ってますね。飲み込み注意さ、見た目はキャンディ、確かに、はい、端から端まで全員見たけど、やっぱ全員歌ってましたもん、一人残らず、ね、確かに一人残らず歌ってました、ね、歌ってた、歌ってた、俺も数えたけど結構結構歌ってですよね、うん、だある意味このね、まあ、この曲は去年の、まあ、僕らの夏のテーマソングじゃないですか。そうですね。でもこうツアー中でしたね。ツアー中、ツアー中またこれもなんかどっかで俺らもなんか振りとかやりだして、そうだ、みんなの声がバーンってでかくなって、なるほどね、この曲の方向性みたいなのがすごいなんか見えた時があった、時があった、そうだ、そうだ、ツアー中に、うん、そうだ、うん、しかもまあ、個人的な感想としては去年の夏の曲やのにこの11月のもう武道館でもすごい育ってる感というか、そうだ、そうね、すごいもう本当に何年もやってきたかのような盛り上がりを皆さんがしてくれたっていうことが、関西エリアの人からはよくこう CM で聞いた、うんうん、そうだよね、そうだ、カズキ嬉しいよね、だってカズキがめちゃくちゃ嬉しいですよ、
カズキがある意味作ってくれたみたいな一曲でもあるじゃないですか。そうですね。でもまあやっぱあの僕らこのこういう曲ですらやっぱバンドでね、ダッチさんのドラムが効いてとか、そうだ、スインゴさんのシンセが効いてみたいな、やっぱこれでねパワーアップさせてもらってね、それで武道館でできてあれっていうところが本当にめちゃくちゃいいですよね。よかったよ。そうだな。よかったね。そうだね。俺からは以上ってわけだ。今日それ流行ってんな。しっかりからのわけだからね。そうだ。大体流行りみたいな。まあ特にリハとかで大変だったこととかなかったですか。まあ今回フォールツアーが終わって、まあ2ヶ月ぐらい空いて武道館でしたっけ。9月に終わってますからね。そうですね。もう2ヶ月。でまあ内容も、なんか面白いことあった？いや、一人さんが。フォールツアーって言ったのが。フォーって言った？フォールツアーって言ったのが。いや、なんか、俺自分でも覚えてるのよ。一回これ、九州、北九州かな、ちょうどこの武道館のセットリストを作ったのが北九州の、あの、ファッションイベントだったと思うんですよ。で、やっぱ、そうや。そう。で、その時に、やっぱりこう、今回どういうものを表現するか、まあ、フォールツアーから、まあ、武道館ということで、どう、同じ感じにすべきなのか、それともやっぱ武道館なのでっていうところで、こう結構みんなでまたその時に話し合って、ね、でもやっぱあの話し合いの結果、はいはい、やっぱりすごいいい構成になったなと個人的にも思いますし、うん、やっぱ本当にみんなで作り上げた賜物になったんじゃないかなと、うん、今回の武道館は本当に、まあ、もちろんホールもですけどね、うん、はい、武道館僕らにとってもすごく思い出に残ったあの1日だったし、まあ、これ DVD 我々はね編集とかで見ましたが、そうですね、そうやね、どうですかやっぱりこうやっとこうもうやっと皆さんの手に届くということでですね、これはぜひ見ていただきたいな、ね、ほんまに本当にねじっくり見てもらいたいです、うん、はい、うん、でもまだドキュメント見てないな俺、見ました皆さん、あドキュメント俺も見てないかも、そうですよねドキュメントも入っておりますよ、はい、そうですよね、はい、なので3月27日楽しみにしていてください。じゃあ次曲いきますか。はい、じゃあ続いてお聴きいただく曲はこちらです。武道館公演よりドブルマインフィニティでいつか。お聴きいただいているのはいつかです。はい、ということでこの曲も我々にとってはすごい思い出のある一曲ですけども、そうだね、なんかこうツアーでねこの曲をやるとこうギュッとまたツアーが一つ感動するポイントというか、そうですね、締まる一曲だなと、うん、まあ、いつかもずっとずっと育ててきた一曲なんですけども、はい、まあ、今回この曲も含めてなんですけども、まあ、あのライブ演出、うん、なんかこう自分たちでこだわったよ、個人的にもこういうところはちょっとすごく気にしてたよっていうところとかあります？でも全部じゃないですか、もう細かく全部僕ら、うん、ね、よく仲間のこう同業者ですか、アーティストからやるんですけど、はいはい、うん、なんかドーベルって自分たちでやってるんだねってめっちゃ驚かれるんですよ、うん、まあ、結構みんなそうじゃないですか、まあ、エグザイルも、まあまあね、その3代目でもそうですけど、うんうんうん、なんか誰かが作ってくれてると思われたりとか結構してるとこありません？なんかそう作るなんかこうスタッフさ ん, なんかプロがいるみたいな制作のね、あ、はい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 、結構もう僕らゼロから発信じゃないですか、まあね、アイデア出しちゃって全部ですよね、うん、まあ、今回ね、まあ、武道館だけで言うと、うん、まあ、先ほどのねトモゲンやバリスティックボーイズが出てくれた、あの曲もあるんですけども、うん、今回の武道館実はスウェイもね、これはホールではなかった演出ですよ。スウェイが一人でソロで歌ったっていうのもありましたし、そうだやりましたね、確かに忘れてたわ。そうよ、でカズキもね今までのホール の,、ね、はい、あの演出とは違うソロの部分も違う演出でやったりだとか、そうですね、やっぱこの日に向けたこう武道館仕様の演出をそれぞれね、うん、2人ともお互いやってくれた部分もありましたし、うん、やっぱそういうところはねこうやっぱ武道館っていうところで何を表現するかというところでいくと、うん、やっぱドーベルマンインフィニティの今のすべて、あの当たり前のようにこうやってきたホールツアーをそのままやるんじゃなくて、うん、今できるベストを表現したライブになったんじゃないかなと、ね、盛り込みましたな、思いますよね、確かに、はい、でこのいつかってこれ聞いてると俺長さん家の前の家思い出すんですよ、俺も、思い出しますよね、だって最初そこでプリプロしたそこで撮ったよね、俺覚えてる、俺も覚えてるわ、ね、この時代の曲はそうでしたね、そう、そうやな、だから、うん、なんか長さんの家のあの前の家思い出してなったら、はい、あのマイクとカーテン思い出します、うん、皆さん、あ、思い出します、うん、あの、ま、窓に向かって歌ってハト、ハト何でしたっけ、ハト作、ハト作、ハト作ハト作、長さんのベランダに住み着いたハト作さんが、でも本当にその作った
思い出が色濃く残ってるのって確かにいつかと、うん、俺あの日の君と今の僕に、はあはあ、あの君は濃かった、濃かった、あれはやばかったよね。確かにもうパンクするかと思ったもんね俺ら自体が。あのピリつくっていう言葉をネットで調べたら、あの時の僕らのこの光景の画像が出てきた。ずっとこうスタジオにこもって歌詞をもうね、はい、まあ、海の南山があった曲はね、はい、今もね、まあ、もちろんさっとできた曲もあるかもしれないですけども、うんうんうん、やっぱりまあそういう作り方をして、こう実際にねライブをして聴いたら僕らもその時を思い出したり、ちょっと込み上げてくるものがあったりとかね、いろんな感情が湧き出てきます。じゃあここで一通メールを読みたいと思います。埼玉県ちさるんさんからいただきました。もうすぐ武道館 DVD 発売ですね。今から本当に楽しみです。DVD の見どころは全部だと思いますが、皆さんそれぞれお気に入りの場面はありますか、ということなんですけども、まあこれもね今喋ってきたからあれなんですけども、せっかくちさるんさんからいただいたんで、お気に入りの場面、皆さん DVD の、まあ、登場かな。登場、登場でこのスモークがバーッと来て、みんなのこのさあ始まるぞっていう気合の入った顔、うん、あのシーンはやっぱこう見直しててもなんかみんなの気合が一人一人伝わるから僕は好きです。はい、はい、まあ俺も一つ言うと、やっぱりあの武道館でのリビンハッピリーも、まあよかったね、うん、そうそう、あのここだけ特別ね、武道館ということで、そうそうそう、あの FC の会員の皆さんの中から選ばせていただいて、5名の方にステージに登っていただいて絡むんですけども、すごいみんな緊張してる感が伝わってきて、うん、まあ、あの感じがすごい初々しくて、はいはい、僕もなんかちょっと照れちゃいましたね、逆にね。逆にね、でもあれですね、はいはい、俺の横にいた男の子はだんだん気持ちよくなってましたよね。あのステージに上がって、うん、で最初ちょっとね、うん、こうあの緊張したけど、だんだんなんかあれ君気持ちよくなってるっていう、あのいいことだ、ね、いいこと、それはぜひ DVD 見てほしいですね。はい、他はあります。俺ガガ様 の, あの最初のみんなでね、あ歌う、大合唱 ね, あ, ね, そういうのね、あれは結構初の試みでしたね、今回のツアーからみんなに歌詞歌ってもらって、ね、歌ってもらうっていうのは、うん、今までいろいろやったけど、確かに、はい、あ俺さっきのそのトモゲンさん出て、うん、バリスティック出てくれて、うん、最後じゃあみんなあのもう一度紹介させてくださいって紹介して、うん、終わってからの張さんのあの熱い MC からの Go and Go、うん、インフィニティあのダーン、だからあのイントロの時はちょっとなんかこう、まあね、まあまあそうね、まったね、確かに原点に戻った、原点に戻った感じがね、ありましたね、確かに一番最新から一番最初に戻るっていう、なんかあのドラマがまたやばいね、よかったね、あの流れ、はい、久保さんは、なんやろう、やっぱ久保じゃないですか。確かに MC も今回 DVD 収録されてるはずですよね。お、どうなんでしょうね。そうや、どうですかその MC の部分。いやまあ思い出あります、逆にちょっと武道館仕様に変えたもんね、ここだけの話、ちょっといつもよりは緩めにいったよね、やっぱり、ね、いきましたね、そのあんまりそこ引っ張りすぎるとまた怒られるから俺、うん、まあでも、まあ、言うてくるやついっぱいおるもんね、うん、まあ、ちょっとは答えてたやんか、うん、はいはいはい、ちょっとはね、うん、でもホールの時はもう結構答えてたわ、結構、うんうん、だけどちょっとまあ武道館仕様にちょっとそうね変えさせてもらって、まあ、そこはもう逆に言うと自分の情けないところかな。いや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 、ね、そこでも武道館仕様なんかにせずにひたすら引っ張って MC 怒られるって1時間ぐらいまたまだ帰るの遅くなったやないか言うて怒られて、それやばいね、武道館延長あかんよ言われて、はい、でも逆に言うと俺今回は多分あそこからのちゃんとした指名が逆に行きたいなと思うで、俺もそれを覚えてます。たまにやっぱミルクボちゃんの真面目な、そう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 、一種も感動するからね、正直ベース、まあ、やっぱまあそういうとこあるような、うん、と長寿になってもらってこの人も長寿になってる。はい、というわけですね、今日は DVD の魅力をたっぷり語らせていただきました。ドーベルマンインフィニティ2018ドッグイヤーフルスロットル in 日本武道館発売直前スペシャルをお送りしました。 We all can be connected with Doberman Infinity。はい、ということでエンディングとなりました。ここでお知らせです。今週日曜日31日に、東京ガールズミュージックフェス2019にドーベルマンインフィニティが出演します。こちらは横浜アリーナですので、はい、そしてね、出演する皆さんも豪華で、LDH からはですね小吉くん、そしてファンタスティックスということで、うん、ぜひ31日よかったら、横浜アリーナに遊びに来てください、はい、そしてですね東京渋谷にあるサウンドミュージアムビジョンにて4月5日です、
こちらガッチプレゼンツ by for you のライブアクトとして僕たちが久々のクラブで、ライブすることになりましたので、まあ深夜帯なのでね、まあ店での方は来れないかもしれないですけども、まあたまにはクラブでのライブもね、ぜひ来ていただいて、僕たちと楽しめたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。番組ではツイッター、フェイスブックもやっています。ツイッターハッシュタグはハッシュタグ WACBC をつけてつぶやいてください。そしてフェイスブックでは放送の様子や収録後の風景などもアップしてますので、BayFM We All Can Be Connected で検索してみてください。また番組特製ステッカーの当選者につきましてはステッカーの発送を持って返させていただきます。はい、ということで、もう終わりになりますけども、はい、DVD 発売待ち遠しいですね。はい、はい、まあ楽しみにしておいてください。ね、まだ言えてませんが、うん、やっぱりファンの皆さんからの声としてドーベル今年まだ何も発表してないやんと、うんうんね、今年はせえへん、いやしないんじゃないですか、もう今年も全部ゲリラでいきますから発表せえへんそう知らんところで勝手にやってた、知らんところでやる、あいつは勝手にやってたぞ、なるほど、うん、なるほど、はい、まあ大きな目玉の第1弾としてはこの DVD があるんじゃないかなと、うん、ということは第2弾第3弾と続いていくという、うん、あるんですかやっぱり第2弾だ、それは言えませんけどもね、あんのかなもう4分の1割っちゃったよ、はい、ということで引き続きこのね WCBC で初ね解禁するかもしれないですし、まあ、まあ言わへんけどな言わへんねや言わない、まあ言わへんけどな、まあ、また来週もぜひ皆さんチェックしてください。それでは We All Can Be Connected 最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りしたのはドーベルマンインフィニティでした。まあ言わへんけどな、ってわけだ。